はようございます。さっき起きたところ、今日はね、また息子と今引っ越し先のお家探してるんですけど、内見内覧に行くので準備中です。メイク動画撮ります。今使ったお化粧水はアイハーブで買ったやつ。じゃじゃん。なんて読んだっけ、忘れた。新たな悩みが出てきて、美容液これです。アイハーブ概要欄に貼っておきます。ここにほうれい線っていうかなっていうの、バライジワみたいな感じではなくて、ここの肉かな、ここがポヨンってしてるの。それがこのたるみがあった時はたるみにばっかり目がいってるから全然気になってなかったのに、たるみ取ってここがこう滑らかにチュルンってなったら、ここに今ちょっとわかんないですね、朝起きたばっかりで。それがもう嫌すぎて、経過観察で3ヶ月観察まで1ヶ月おきぐらいに先生にこうこれたるみ取りね見てもらってたんですけど、乳液これです、 I have。 その時に気になるって言ったら、まあまあ人並みか、まあ、ちょっと多めかなっていうぐらい確かに脂肪がありますねみたいな感じ で今時はこういうのってなんか糸入れたりとかそういうイメージなのかなって思ってたんですけど、この唇の内側から針をこうピュッと刺して、ここら辺一帯の脂肪をチューって吸い出す施術結構今やるんだよねとか言って、なんて名前だったかちょっと忘れたんですけど、いくらぐらいだったかな、忘れたな、見積もり出してもらったんだけど、いくらだったかな、20万前後ぐらいだったと思う。次、日焼け止めアイハーブです。まあ結局じゃあもういついつやろうとかは全然思ってないけど、一生やらないだろうとも思わないっていうか。CC クリーム塗ります。今日めっちゃアイハーブばっかりやな。今日でも全然今まで使ってないのもご紹介します。新しく買ったのとか、新しいニューアイテムがあるからレビューしながらいきます。この間まいちゃんとご飯食べた時、ゆるさんのメイク動画見てたら、ゆるさんすっごいメイクするんですねって、いいな。まいちゃんってね、目鼻立ちめっちゃくっきりしてるから、二重の幅とかもめっちゃ大きいし、目クリックリしてて、なんか目元とかほとんどメイクしてない感じの、もともとこう華やかな顔立ちみたいな、絶対に分かってもらえないこの扁平な顔として生きてきたもののメイクを一生懸命してんだよっていう。あ、そうそうそう、これこれです。映ってる？ホリカホリカのビーガンクッションファンデです。送ってくれたんですよ、リリーフィットっていうの。ちょっと使ってみてほしいみたいな。使ってみたんだけど、ちょっとね、私にはね、白かったんです。扁平な上に色が黒いっていう大変な顔ですよ、こんな顔。だからちょっとね、顔の中心部にハイライト的に使うように使ったりとかしてます。いいファンデーションだと思うんだけど、ちょっと私にはこれ白くて、3色展開で02と03を送ってくださったんですよ、この2つを。で、02がブルベ普通肌みたいな、03がイエベ普通肌みたいな、よりも暗い私の肌みたいな。悲しい。鼻とかはね、ちょっとダメ。鼻はファンデーション逆に治安悪くなっちゃうって感じで、鼻は無視して、ほんとハイライトみたいな感じで、ちょっと出かけるぐらいだったらこっちのアンダローの CC だけで全然いい。ダメだ、寝起きで声が出ない、ごめんなさい、ガラガラ許して。ニューアイテムでエトポスのミネラルルーセントパウダーを買いまして、新しいこうナチュラル系コスメのパウダー試したくて買ったんですけど、ダメだ、声が出ないわ。これはね、なんか私にはね、パッサパサ、ちょっとかなりマットだったからリピはないかなって思ってます。私ね、ツヤ肌用みたいな感じだと毛穴がギラギラして目立っちゃうからダメで、マットだと小じわがパキパキしちゃうからダメなんですよ。だからなんかセミマットみたいなぐらい、ツヤとマットの間みたいなのがよくって、顔の中心部を攻めといて崩れやすいので、まあこの辺はおまけ。リップ塗ります。何かについて話そうと思ってたんだけど、何について話そうと思ってたのかな。あ、わかった。私多分ミッドライフクライシスっていうのに入っちゃってて、皆さんミッドライフクライシスって聞いたことある？中年期の危機っていう、30代の後半から50代にかけて陥るうつ症状のことです。聞くだけで恐ろしいような話だけど、更年期とは別みたい。同じ時期に来るから、同じ時期に2つ来んのって感じでなんです
感じなんですけど、混同されやすいけど実は別のもので、中年期の危機、ミッドライフクライシスとかミッドエイジクライシスとかなんか言われるみたいで、40年ぐらい生きたからこそのうつ症状みたいな感じ。ラブさんからその言葉を教えてもらって、ラブさんそれの動画出してたりとかするんだけど、ラブさん私よりいくつかお姉さんだったもんね。40、この間誕生日来てたから代半ば、私41なので40過ぎですけど、逆にでもその言葉聞いて心楽になったもんね。なんでこんなうつうつしてんのかなって。私ちょっとあの前回前々回がさ、そのダンス動画とかで結構元気な動画出したので、ゆるさん楽しそうキラキラみたいな感じに見えてるかもしれないんですけど、びっくりするぐらい全然そんなことないんですよ。この光を当ててちょっと若返らないかな、ごめんなさい。気持ちの落ち込みがすごいんですよ。40から50ぐらいってさ、人生様々じゃない、女性の人生って。私自身はスペックっていうか、今状況で言ったらシングルマザーでパートナーなしで、仕事がフリーランスのデザイナーと YouTube っていう状況になってるじゃないですか。私の人生って何なんだろうみたいな気持ちになるですよ、あったりするの。チーカこれです。私は23から子育てしてるから、でずっと一人でしてるから、30代は自分で強くお母さんとしてちゃんと強くなりたいって思って自分で頑張ってたから、人と比べてとかそういうことはなかったんですけど、今もう息子が春から大学行くっていうことで今いろいろ準備してますけど、まあ一応ね、福岡の大学なので一人暮らしさせる経済的な余裕とかもないから、まあまだ引き続き一緒に暮らしましょうっていう話をしてるんだけど、本当は自分の気持ちとしては私に経済力がついていけば、私も大阪に18歳の時はポンと出たので一人暮らしさせてあげる方が本人の自立、精神的なとか生活力とか自立していけると思うから、一人暮らしさせれるもんならさせてあげたいんだけど、まあ、お金がかかるからちょっと待ってっていう感じで、とりあえず20歳までの2年間は一緒に暮らすイメージしといて言ってほしいっていうのを言って、その後はその時のママの経済力によってとか状況が変わって一人とかなるかもしれないし、大学4年間の間はやっぱり結局ママと住んでたかもしれないけど、ちょっとわかんないそこはっていう話をしているんですよ今。本人は自立した方がいいと思ってるので、まあ、いつまでもマミマミ言われてても気色悪い話ですので、頑張りなって感じなんだけど、まあ私も頑張らなきゃいけないし、アイシャドウはトーンでいきます。やっぱりさ、0歳から2人で生きてきての今なので、めっちゃ寂しくって、その息子の自立問題が、私の子離れ問題ですよね。あの子自身は親離れはしていってる、でも生活力は何もない、ご飯も作れないし洗濯もできない、掃除もできない、掃除は気が向いたらしてるけど、ほとんど私任せに生きてるから、あの子はまだその親のありがたみとかってやっぱ独り立ちしないと感じないことだし、勝手にご飯出てきたり、勝手にトイレットペーパーとか歯磨き粉補充されてたり、洗濯物は畳んだものが部屋に勝手に帰ってきてとか、ずっとそれで生きてるから、今それが全部陰でママが全部やってんだよってことは本人は分かってないので、分かるのって自分でやり始めた時だから、一人暮らしした方がいいと思ってるし、息子に対しては一緒に住んでいたとて、お世話してあげる分量みたいなのは徐々に減らしていって、もう知らないよ自分でやりなっていう感じにしていかなきゃいけないなって思ってるんですけど、それはそれとして、なんかやっぱどんどんもう離れていく息子、喪失感みたいなのがすごくって、要はシングルマザーだから息子と1対1なので、何人か産んでる方とか結婚して旦那さんがいてとか、そういう家族の形と違うから、みんながみんなこうだろうってことも思わないし、ちょっとわかんない、自分のことしかわからないんですけど、すっごい大きな喪失感で心に本当に穴が開くっていうか、一人になるってすっごい思うの。それはね、息子がもしそれを感じて、お母さん大丈夫とか思っちゃったら、もう一巻の終わりっていうか、そんなの気づかれちゃいけないっていうか、そんな気持ちは知らなくていいって感じなんですけど、いや私が18の時超テンションとか大阪に出て行ったあの気持ちの時、母はどんな思いだったんだろうって、子供たち巣立っていっちゃってみたいな、あの時の母の気持ちどんな思いだったんだろうって今思うっていうか、とにかくめっ
ちゃめちゃしんどいの今、うつうつしてて。でもそれがそれだけが理由じゃない。もうどっちかっていうと本当漠然とうつうつしてる。すっごいネガティブに聞こえたらごめんなさいなんですけど、何のために生きてるのかな私とか、私の人生って何なんだろうなとか、めっちゃ何もかもが中途半端、何にもできてない私とか、なんかフリーランスで在宅で仕事して YouTube しないと生きていけなくて、なんじゃそらみたいな。これ聞いててすごいネガティブな気持ちになったら本当ごめんねなんだけど、あ、やっとこうかな。あとこれもね、ホリカホリカさんがね送ってくれたんですよ。6色ぐらい送ってくれたんだけども、結局似合うっていうか自分に合うの2色ぐらいしかなかったんだけど、3番だったっけ、あ、3番ホギーティント3番、ちょっとティントやっときます。ちょっとね苦い色はね、02と03かな、めっちゃ可愛いと思ったんですけど、私の肌色に対してはね、唇の色とかに対しては。これは3なんですけど、ほんでからで気持ちがすっごい落ちてる時が多いんですよ。ずーんってもう YouTube もやりたくないし、人に会いたくないしみたいな、もうめっちゃしんどい、喋りたくないしみたいな、そういう日が多いから、逆に、あ、今日ちょっと気分いいわ、元気あるわって思ったら、あ、元気ある、今日のうちにいろいろやっとこうと思ってすっごい頑張ろうとしちゃって、でまたそれによって反動で疲れて悪循環な感覚すらしてる。実はダンス動画も最初に撮りましょうってなって企画してたのが何ヶ月か前だったんですよ。でもまーちゃんにも予定がいろいろあるから、なかなかスケジュールが組めなくてこうずれ込んでいて、で結局ずれ込んでの先週かな撮れたっていう感じ、今週だったっけ、撮れたって感じだったんだけど、その間2、3ヶ月あったから、自分がそのうつ状態みたいな、ミッドライフクライシス状態だから、ダンスなんてさ、踊りたいって思う気持ちはあるけど、自信がそもそもないけど、チャレンジしようと思ってることだから、自分がテンションがどの時にその撮影のタイミングが来るのかなっていうのがもうめちゃくちゃ恐ろしくって、本当にいけるのかなって、全然踊りたくないんだけどみたいな時にスケジュールのタイミング来ちゃったらどうしようとか、めっちゃ怖かったの、あの動画撮るのも。でまあまあどっちでもない、落ちてもないし上がってもないしぐらいのちょうどこう普通の時にその日が来たので、あーよかったって感じで、自分をどうして扱っていいのかわからないしんどさみたいな。なんかさ、ミッドライフクライシス、まあ親が健康じゃなくなったりとか、私みたいに親が亡くなっちゃったりとか、まあ、結婚してるからこその苦労とかもあったりとかもするだろうし、子供産んでたら産んでたで、私もほら息子が中2中3はもうえげつない反抗期でもう地獄みたいだったから、あれ思い出しただけでももう二度と嫌だって思うし、やっぱり一人で生きてようが誰かと生きてようがいろいろあって、で40代ぐらいになってくると生理の状況とかも変わって、ホルモンバランスも変わってきて、若さが失われているっていうのはまざまざと、女性は毎日こうやって鏡を見てメイクをして体感するじゃない。それで私もこの間たるみ取ったみたいにメンテナンスするとかもあるし、まあ、もちろん配布するとかメイクでこうどうにかとか思ったりとかするけど、老いていくことにはちょっとしか抗えないじゃないですか。だからやっぱ老いていってるっていうことを健やかに受け止めていく気持ちっていうのも、一方では持たないとやってられないんだけど、そう思える時もあるし、やっぱり女性として若かった時の自分ともう明らかに違うわけだから、そこに対して年取ったなぁ、年取っちゃったんだなぁみたいな気持ちをズーンって感じる時もやっぱり正直あるし、じゃあハイライトいきますね。ボス、このまま YouTube もさ、すごい Google に依存したものだから、で私なんか本当にね全然人気もないわけですから、いつまでこれがなんか副業として自分の中で成立しているのかなんてそれもわかんないし、めちゃくちゃうつうつしてる日と、いやもう頑張ろうと思って頑張ってる日との行ったり来たりしてるみたいな感じで、そこに対してはメイクしててもさ、若い時ってさメイクしたらめっちゃテンション上がったじゃない、違う人になれたぐらい自信がバーってついたりとか、
うわーってなってたけど、今ってメイクしてもテンション、私あまり、噛んだ。あんまり上がらないんですよ。若い時はメイクしたら、ブスな自分が可愛くなれたような気がするみたいな。そのぐらいの振り幅があって、メイクしたら気持ちがバーンってオンって感じになったりとかしてたけど、もう今は、ごめんね、これ同じ年代の人とか私より上の人が嫌な思いしないでほしい、そういう意図はないんだけど、もうおばちゃんの自分がメイクをして、メイクをしたおばちゃんになったみたいな感覚がするのを、メイクした時に。だから何にも別に嬉しくないみたいな。それが調子いい日はそう思わないんですよ。うつうつしてない、元気のいい日はメイクしたら普通に、あ、メイクした楽しいとか思うし、私これメイクこれで終わりだったっけ、あ、違う、マスカラしてないやん。もう喋ってて何が何やらわからんくなってきた。マスカラします。ちょっと待って、この変な髪型ちょっと許してください。マスカラヘイミッシュ、あー、反対にこっちにしようか、こっちにします。アネリアナチュラル、もう私ね、使えるのが本当に少ない。これこの2個は使える、ヘイミッシュとアネリアナチュラル。だからなんか自分のその落ち込みを奮い立たせて生きてるみたいな感覚がする。あー、ちょっとお腹空いて、お腹鳴り始めたんだけど、私朝お腹空きがちなんです、腹ペコなの。ごめんね、なんかさ、本当に皆さんをゆったりした気持ちにしたり、クスッと笑えたりする動画作りを心がけてはいるんですけど、リアルのちょっと今の自分がもう完全にミッドライフクライシス入ってきたよねっていう状況で、きつーって思いながら生きてるから、これもリアルとして話しておこうって思って、って話してるけど、そんな話聞きたくないっていう人もいらっしゃると思うので、うっかり聞いちゃったよっていう方がないように前半でテロップ入れとこう。でも私はちょっと楽になったの。ミッドライフクライシスっていう言葉を知って、この落ち込みとかこのしんどさには名前がついていて、多くの人が経験することなんだって思った瞬間にすっごい楽になった。対策っていうか、これに対してできることは、自分が自分を一番理解してるわけだし、自分に寄り添ってるのは自分なのですから、自分がしんどいと思ってる時に対して、自分で自分を甘やかしてあげるっていうか、そういうことなんだろうなって思ってるんですよね。お腹すいた。ダンスの動画撮ったのとかも、すごい不安だったけど、やっぱ元気を出していきたいから、なんかチャレンジする自分でいたいっていう。まあヨガも今月ヨガの先生と撮るんです。ヨガはね、気持ちがきつい時とかでも全然できる。自分をこうスーッと自分の中に降りていく感覚のものだから、楽しんぞいふうみたいな感じじゃないじゃん、ヨガは。スーッと自分の中に降りていて、いいの、もういろんなジャッジメントを手放して、今日は呼吸だけに集中していこうみたいなことだから、本当にすごくこのミッドライフクライシス状態の自分にとって、ヨガはすごく優しく寄り添ってくれる運動っていう感じがしてるんですけど、ダンスとかは自分にとっては結構ハードルが高いチャレンジでした。でもすごい好きだったことの一つだから、本当の初めてのチャレンジよりかはすごく敷居が低い、やったことあることだからチャレンジしてみたいと思えたことだったから、まいちゃんが協力してくれたんだけど、髪を巻いていきますよ。これじゃなくて今日もう一個の方かけよう。あー、何、すごい曇ってる。ちょっと最近最近さ、私メガネが好きだから、メガネをいろいろ持ってて、日によってあのメガネいろいろ付け替える派なんですけど、結局このメガネが一番可愛いやんっていう気持ちに、なんかまた最近返り咲いてるんですよね。髪の毛も毎日巻くのがめんどくさくって、パーマかけたいって思うんですけど、どう思いますか？パーマかけたら楽なのかな。パーマなんてでも二十歳ぐらいの時までしかかけたことない。巻いてるから、いつもサムネ取りも嫌なんですよ。そのうつうつしてるから、あー危な、サムネにこうやって笑ってる自分にってなっちゃうから、もうサムネこれでいいんだけどみたいな。大変だね、このミッドライフクライシスなんていうものは。何この音、私こういうなんか変な音するとかすごく
嫌なタイプ。油さした方がいいんじゃない。ああしんどい、生きてるだけでしんどいな、しんどい、疲れた、もう十分頑張ったやん私みたいな、ネガティビティみたいなのも一方では明確に毎日感じてる。毎日なのかな、いや多くの日感じてるって感じ、あの結構元気な日みたいなのもやっぱなくはないから、週のでも半分以上はちょっと元気ないかもしれない、もしかしたら。そうか、こういう気持ちを経験するのかっていう感じですよね、もう今の自分とかは。そうかそうかって感じ。あんまり元気じゃないみたいな日も実際は多いですよっていう。皆さんはどうですか？ミッドライフクライシスっていう言葉自体初めて聞きましたっていう方ももしかしたら多いかなって思うんですけど、お腹すいた。まあ、動画ではね、基本的に自分のこう元気な状態というか、皆さんをこう沈ませる気持ちにはしたくないから元気な動画を出していきたいって思ってはいるけど、リアルにはこう浮き沈みっていうか、こうならいいけど こっちの反動が強すぎるから、もうズーン落ちるから、こう上がってきた時に無理やりこう上げるからまたズーン落ちてみたいな、それをアホみたいに一人で繰り返しているっていう感じなので、なんかそれを、まあ、なるべく動画は出ないように楽しく楽しくやっていきたいとは思ってはいるんですけど、まあでも結構ゆるオーガニックは本当に私の素のままの人生のまんまでやってきてるチャンネルだから、まあそういう時期に入りましたっていうことで、一応のそういうお話でした。ごめんなさい、元気が出る動画じゃなかったと思うけど、ごめんね。今日はね、今日はスカートです。